東南アジア戦線ラザでの戦い、いよいよ大詰めだね。またあのエースパイロットもグフと戦わないといけないのね。いや、今回はラザの市街地を越えた先、山間部に築かれたジオンの秘密基地。本来の歴史でグフカスタムを倒した第08エメンシ小隊の指導天田少尉を援護することになるよ。みんな聞け、俺は軍を抜ける。ラザ市街戦の後の時間軸ということね。以前のニューポートシティでの戦いと同じか。この鉱山基地で前に戦ったアプサラス3が開発されてたんだよ。ということはアラスカ基地で戦ったアイナさんが出てくるのね。アプサラスシリーズの開発者であるギニアス・サハリン技術少将さんと一緒にね。シロー、大丈夫か、シロー。そうだ、天田少尉とアイナさんの関係って恋人？でも連邦の士官とジオン将校の血縁よね。東南アジア戦線で戦う以前から敵味方の関係で会っているんだよ。二度にわたって生き延びるために協力するうち、互いの理想や価値観が近いことに気づいて、自然に。素敵な話だけど敵味方の立場は変わらない。天田少尉はどうするつもりなの？彼は連邦軍を抜けたよ。ノリス・パッカード大佐、あのグフカスタムとの戦いの後でね。そんな敵前逃亡扱いになるじゃない。サクラ、何とかしないと。ユボン、落ち着け。ユボン、脳波レベルかなり乱れてる。ユノ姉さん、あんまり入れ込みすぎちゃダメだよ。あくまでも私たちの目的は正しい歴史を成立させることなんだからね。ノリス大佐は天田少尉に敗れたのね。ガンタンクの全滅と引き換えにね。カイさん、先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。アイナ、待っていてくれ。すぐに行く。敵の新型モビルアーマーはこの先です。天田少尉、君たちはギャザーロード隊の。今回私たちは戦闘機動隊じゃないのね。久々に正式な部隊名を呼んでくださる。俺に付き合う必要はない。俺は軍を抜けた身だ。天田少尉、敵前逃亡中途じゃ。逃げるつもりはない。アイナを止める。なぜそこまで。天田少尉さんはそういう心根の人だから。でもそれが歴史を作るんだよ。少尉、どうして軍を抜けるなんて。敵味方に分かれて戦ってはいてもいい人間はいる。分かり合えるんだ。俺にはそれがこの卑劣な戦争でのただ一つの希望だと思っている。でも私たちは戦争をしているんですよ。ユノ姉さん、ガンダムの乗り手には多いんだよ。こういう信念を持つ人が。みんなを巻き込んでしまって本当にすまない。それがガンダムに選ばれるということ。敵モビルアーマー、アプサルス3の出撃を確認。攻撃を開始。アイナだ。サクラ、通信を傍受して。連邦に次ぐモビルアーマーのパイロットアイナ・サハリンです。私は一時休戦を申し入れます。直ちに攻撃を中止してください。バカ。ケルゲロンが無事に脱出できればそれでいい。威嚇するだけで十分です。攻撃を外して交渉を。やっぱりアイナだ。これがアイナの戦い方なんだ。これから基地の傷病兵を乗せた艦を脱出させます。お願いです。その間だけ攻撃をやめてください。貴様、見ていてください。これが私の戦争です。アイナ、やっぱり君は急いだ方がいい。うるさいハエが飛んでいるようだな。お兄様。
目障りだ。アイナ、誰と一緒なんだ。ギニアス・サハリン、技術少将です。アクサルスの開発者で、彼女のお兄さん。あの懐中時計の写真に写っていた実のアイナ。アイナは私の前に出てくれた。すぐに楽にしてやる。僕だった。消えてもらう。私の夢の障害になるものは全て。やってくれ。俺だって本気を出しちゃう。アイナ、やめるんだ。俺たちがどうして戦わなければならない。この人は私の身を案じて。正気か。遠方の人間を信用するな。お前だって敵の冷酷さは分かったはずだ。でも確信したからといって兵が生き返るわけもない。どうやらお前とのことが通じている。もうずっと待って。私には貴様、愛など粘膜を作り出す幻想に過ぎる。母様、そうやって我らを捨てたのだぞ。母様、己投降しましょう。そして楽に見ましょう。貴様、貴様、貴様なのか。お前のせいで妹は死ななければならなかった。まさか、ありえん。アイナを返せ。目を覚ましてくれ。死ぬな、アイナ。嘘だろ、そんな。また一緒にない。生きていた。アイナが生きていた。弾が止まっている。兄がくれたこの時計がまた二人をつないでくれた。アイナ、生きていたのか。すぐ楽にして。兄が妹を殺す。俺はお前を。アマダ少尉、アイナさんを連れて下がってください。ここはキャザーローの隊に任せて。ウノ姉さん、ちょっと。すまない、ありがとう。何やってんの。トゥルーミッションなんだよ。私たちが成立させる。招待状。ジオン公国の栄光のため、我がサハリン家繁栄のために、無縁の炎に焼かれ灰となれ。私の夢受け取れ。バカな、この私が、私が。見えている。バカな、我が夢ここで朽ち果てるというのか。ごめん、やっぱり成り立たなかった。はあ、おこごとは後でするとして、トゥルーミッションの再登録はできそうだよ。ともかくブレイクアウトするね。少しだけ歴史をねじ曲げちゃったのね、私。はあ、うまくやれたな。ありがとう。ユノ・アスタルト特務総長、宇宙世紀 UC0079 の人物、天性の才を持つプログラマー。やはり奴の見立てはパーフェクトか。トゥルーミッションにおいて多少とはいえ歴史の改ざんを成功させた。だがこのままより深い階層で歴史介入のデータを奴に与えるようなことになれば、これ以上は平日スキャンの時に俺のことが知られてしまうか。何か方法はないか。レディ・ユノに真実を伝えるために。
Thank you.